前髪切りすぎた。どうも皆さんこんにちは、のってんです。ドミン、スマホって私昔から何かに似てると思ったんですよ。長方形にちょっと丸みを帯びた角、もうね、あれ何かなと思ったら、そう、コーンパン。まあね、私の他にもあ、めっちゃコーンパンに似てるって思ってる人いると思うんですけど、実際にね、携帯電話コーンパンにしちゃうから。ということで今回はコーンパンスクイーズ iPhone ケースを作ってみたいと思います。それでは行こう。はい、今回使うものはジョイントコーク、スポンジ、絵の具、布絵の具、 iPhone ケース、グルーガンです。はい、それでは早速作っていきましょう。まずはスポンジを iPhone ケースより一回り大きく切っていきます。ピシュパラリラリーン。ではこちらのスポンジをコーンパンのパンの形に切っていきます。こんな感じで真ん中がちょっとくぼんだパンの形ができました。はい、では次に余ったスポンジをコーンの粒の形に切っていきます。まあ、これはそんな見えないので、なんとなく粒だったら大丈夫だと思います。はい、こんな感じでたくさんのコーンが切れました。では次に色を塗っていきます。まずはパンの方も布絵の具の白と黄土色と焦げ茶色で色を塗っていきます。ポン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 、朝はポンポポンポンポ。はい、こんな感じで塗れました。やっぱね、この周りの膨らんでる部分をちょっと濃いめに塗るといい感じになると思います。はい、では次に布絵の具の黄色でトウモロコシの粒を塗っていきます。ゴーポロポン。いや、もう私の勝手な独断と偏見なんですけど、コーンって子供の好きな野菜ランキング2位だと思うんですよね。1位は絶対王者じゃがい。こんな感じでコーンが塗れました。はい、では次にジョイントコークホワイトに黄色い絵の具を入れてマヨネーズソースの色にしていきます。ブワー。はい、こんな感じの薄いクリーム色になりました。では今できたマヨネーズソースをこのパンのくぼみの部分に塗っていきます。この風にマヨネーズソースが乗りました。ではこの上にコーンをトッピングしていきます。うお、すごい、もうパン作りの領域だ。はい、こんな感じに乗りました。ではこれは乾かしておきます。はい、乾きました。では次に緑の布絵の具を使ってパセリを描いていきます。多分こういうのは爪楊枝とかがやりやすいと思います。はい、こんな感じでパセリが描けました。いいね、やっぱ緑の力ってすごいね。ではグルーガンで iPhone ケースの上にこれを留めていきます。このカメラのレンズの部分に穴を開けていきます。はい、穴が開きました。ということでコーンパン iPhone ケースの完成。わはい、ということでね、こんな感じで結構ホームメイド感あふれるパンになりました。もうね、ふわふわ、おお、はい、固まってない、いやいや固まってる、ふわふわ。では早速 iPhone をつけてみたいと思います。せーの、おお、ちゃんとしっかり、あれ、なんか反射して家が映るのやだな。まさかさ、こうやってさ、ほいって言われて携帯だと思わないよね。でもピローン、携帯、ほいほい、ほいほい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もうね、これね、こんな感じで机とかに置いといたら、え、あの人なんかコーンパン机の上置いてるよみたいなね、一目置かれる感じになると思います。面白いもの好きなあなた、よかったらぜひ作ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではまたねー。